日本の武術の源流天真正伝香取神道流は飯笹長一斉家直を流祖として下総の国香取の地に伝承する武術である。その後連綿と続き現20代目宗家飯笹安定先生に至っている。その間有名な門流には上泉瀬の神、塚原土佐の神及び牧伝、松本備前の神、諸岡一波祭、秀吉の軍師竹中半兵衛、伊庭軍兵衛等、また諸藩の代々指南家等々埋挙にいとまがありません。当流は剣術、居合術、柔術、棒術、槍術、薙刀術をはじめ、奥には軍配法、築城法、天文地理、陰陽気学にまで至る総合武術として、古来より軍学者や武将たちが学んだ兵法から入り、兵法に至るまでの膨大な修行法が残されている。なお、流儀の特徴は戦国時代の流派であり、戦場で鎧を着用した技が多く、残突の場所は甲冑の弱点、例えば首、脇、小手の裏、腰のすぐ上、内もも等を打つ。稽古中武器と武器が激しく当たっているが、それは他から型を盗まれないためである。また一本ごとの型が非常に長く作られている。第1会場は武装神殿霊神流居合兵法でございました。続きまして第1会場タミヤ流居合術。タミヤ流居合術つまり達夫先生ご一門ご講演部でございます。当流は約400年前天正戦国時代タミヤ平兵衛成政を流祖として伝わった徳川紀州藩の武芸であります。寛文10年紀州大納言頼信の次男吉住が西条三万石藩主として入府の際、妻木家中高の祖妻木忠右衛門元親はその付き人として西条に移住しました。妻木忠右衛門元親は紀州藩主として武技に通じ軍法である武式院軍学の指南役でした。その子淳次郎元綾が寛政9年に当流第8代を継承して以来代々妻木家に伝わり、今日に及び現在妻木達夫先生が代表を務めておられます。鈴木達夫
Thank you.
会場は